こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日はね、吉祥寺に、テンボっていうね、デザイン事務所を邪魔してね、あのリホちゃんのお洋服着た、そうフェイスブックでさ、素敵だったよね。リホちゃんが素敵な服をね、作ってもらいましたって言ってさ、こう採寸してきちんとね、という話を見てね、いやこれはすごいなと思ってね、だから本当ね、リホちゃんと会った時もさ、彼女も23歳か、やっぱりおしゃれもさ、興味あるだろうなとかね、そんなこと思ってたの。本当そういうことをきちんとさ、やれる人がいるっていうんでさ、いいよね。すごい素敵だったあの洋服なあ、それでちょっとびっくりしてさ、でちょうどうちはあのね、キエがさ、ファッション大好きだし、だからといっていわゆる普通のね、あのファッション専門学校行って、なんかアパレルに就職しようとかさ、そんな気はまる気ないわけでね、だからなんかさ、ちょっと彼女のあの生き方のヒントみたいなものもね、ないかなとずっとさ思ってたんだ、ね、でだけどファッションつっと全くこう縁のない世界だからな。そうだね、キラにはなかったね。そうだからさ、まあなかなかね、つながりが出なかったんだけど、あれ見てあこれだと思ったの。それでまあ行くことにしたわけよね、あの溝呂木さんにね、リホちゃんのままに電話して資料送ってるんだよね。資料送ってもらったんでね、でもそれでね俺びっくりしたの、で昨日キエと一緒に行ったんだけど、やきあのいろんなことさ流れてもらうんだってね、で、見逃しちゃいけない流れってのがある、ね、でこれもその一つだよっていうことでさ、なぜかっていうと、まずピースボート、ね、この8月から行ってくるわけだけど、そのピースボートの船に、ドリアン助川さんが水先案内人としてね乗ってくると、で講義があると、そしたらしばらくしたら、知り合いのね、編集者の方がでさ、映画のアンというね、映画の上映会があると、でその原作者がドリアン助川さんで、で助川さんを、ゲストに呼んでスピーチやってもらうと、特集やると、いうふうなことでね、聞かされたわけよ、でドリアン助川さん、ああ何かピースボート乗る乗ってくれる人なんだって、いうことで、一つのつながりができたわけよね、でアンっていうのはね、ハンセン病の、ね、キキリンがハンセン病のおばあちゃんのね、その病気が分かってって、ね、周りの人がっていう話だからね、差別の話だよな、でそれが一つの流れとしてある、で片方からはそのさっきのねその天母の、鶴田さんっていうね、であの水森さんから資料送られてきた、で天母の、いろんな商品とか、会社紹介みたいなね、冊子がある、それともう一つチラシが入ってきた、そうしたらなんとそれもハンセン病をテーマにして、そうハンセン病の人たちがねモデルになって、そう差別ね、をなくそうと、そういうファッションショーをやりますと、いうふうなことだったわけよ、それで資金を集めるからぜひご協力をって、うちも少しだけどさせてもらったけど、だからさ、そこでまたハンセン病というつながりができたんだよね、できてるでしょ、だからこういう流れっていうのはね、これはね何かある、これはもうずっといろんなことやってきたけど、なんかピピッとくるんだよ、これは絶対見ましょうよって、この流れはっていうことを話しながら言った、そしたら案の定、本当にこう刺激的な話だったな、フェイスブックでね写真みのりさんがいっぱい上げててさ、千羽鶴のドレス、
すごく素敵なドレスがあって、うん、まあ、素敵って言ってこれ自分が着れるかったら着れないんだけどさ、うん、その意味とかが分かんなかったわけじゃん、うん、なんでこう千羽鶴なのかなっていう、うん、日本の象徴なのかなと思ったらこれがまたあの広島のね、そう、あれだったね、原爆のこのね、うん、像にこう捧げられた千羽鶴折り鶴をさ、うん、ね、こう届けられてそれでやったっていうんだからさ、うんうん、それすごいよね。そうで、それもあれだよ、あのあれだから東京コレクションだから、うん、な、世界何大なコレクション、パリコレとかさ、うんうん、並ぶもう世界的な、うん、ね、ファッションショー、それにモデルの方を黒人の方にね、うん、その千羽鶴のドレスを着てもらってって話だったわけでしょ、うん、そうそう、うん、どこにも車椅子の方とかさ、義足の方とかさ、うん、ね、目の不自由な方とかさ、うん、そういう 人たちがさ、うん、モデルとして、うん、登場したね、そうそう、東京コレクションでモデルデビューするわけだから、うんうん、そうよね、そうだでね、言ってたけどやっぱりあれはさ、まあファッションに疎い人間にはさ、うん、ピンとこないけれど、うん、もう本当に世界のファッションの発信だからね、うんうん、見る人、注目する人はすごい注目してる、ものすごいんだって、世界中が注目され、世界中でこう、うん、報道されたりしてね、話題になったりして、うん、ものすごいんだって、うん、だからそういうところで発信する、うん、去年はの戦争だ平和だ、うん、原発の問題だ、うん、核だということでさ、うんうん、テーマにして、うん、一つのまあ物語仕立てみたいな形で、うん、でショーをやってたのって、うん、だからもう世界中の人がこう注目してくれる、うん、あそこで発表するのがいかに大事なことか、ね、うん、影響力のあることかっていうのを彼はもう、まあ、最初から知ってたんだろうし、やってみて実際痛感したっていう、うん、そんな話だったね、うんうん、だから今回もそのハンセン病を通してね、うんうん、本当に差別の問題をそこで取り上げていくんだ、でただ本当にファッションショーだからさ、その、うん、なんと政治、大冗談に政治的にバーンとやるんじゃないわけだから、うん、な、やっぱファッションという非常にこうみんなが関心になるところ、うん、ね、そういうことを通して伝えていくっていうんでね、うん、また影響力が違うっていう話をしてな、うん、ああ、そうだね、うん、うんうん、だちょうどなんだっけ、展示のさ、うんうんうん、展示の洋服を柄にした組み合わせたね、うん、洋服があるわけよ、うん、で触るとちょっと膨らんだりするわけ、うん、ね、で K は高校の時展示勉強したからね、一から勉強したのって、うん、だからこう展示がある程度読めるわけよ、うんうん、これ非常にね喜んだね、うん、読めた人いなかったってでしょ、そう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 、うん、まあ、だからそんなことでね、いい出会いが昨日はできたな、うん、いや本当ね、でもさ、うん、私思うんだけどさ、フェイスブックっていうものがなかったらさ、うん、知らなかったわけだよね、そう直接ね、例えば溝呂木さんは知り合いだけども、ね、そんなしょっちゅうしょっちゅう会ってるわけじゃないからね、うん、そうだね、ね、うん、溝呂木さんがパッとね、うん、リホちゃんのことをアップしてくださって、うん、こっちも同じように、うん、ああ体感して、あ、リホちゃんよかったなと思っての同時に、うん、あ、こういうデザイナーの人がいるんだなっていうのを知ったわけだからさ、うん、これってすごいことだよね、そうだよ、うん、うん、だから本当ね、うん、本当全ては人の出会いだからさ、うんうん、な、本当にねこう、この流れ、うん、ね、誰とでも仲良くするべっちもじゃないからね、うんうん、その何かの流れでふっと導かれるような状況っていうのはね、うん、これはね、うん、逃しちゃいけない、そうだね、うんうん、誰しもあるしね、ね、うん、うん、だからまあうちの場合はね、まあ、キコはイルカがあるしね、うん、長女はね、うん、で三女はやっぱりカッコちゃんとの出会いがね、うん、大きかった、ね、大きかったよね、うん、でそれぞれが、まあ、福祉というかさ、うん、ね、まあ、障害のある、うん、人たちへのこう思いやりみたいなものはさ、うん、ね、一緒になんかやっていきたいっていう思いね、うんうんうん、それは3人ともあるんだよね、そうだね、うん、だけどもそれ3人ともまた形が違うわけ、そうだ、ね、表現の仕方が、そうだね、うん、うん、いいんじゃないそれぞれが、うん、それが面白いなと思って、ね、それぞれが好きなことをさ、うん、極めていってさ、うん、それが最終的に誰かの役に立てば、うん、一番いいことだし、そうだよな、うん、うん、まあそういうことでさ、うん、一つの変化、うん、ね、うん、絶えずなんかこうね、
起こったり、うん、起こる準備があったり、うん、ね、うん、そういったこう日々がずっと続いてるってことよ、うん、それに気づけるかどうかね、うん、なんかああ写真見てああいいねでスーッと通る人もいるし、うん、なんかそこでビビッと思う人もいるし、そうね、何に反応するかだね。そうだから俺なんかはね、やっぱもう何か起こるに違いないっていうのはあるよね、その、うん、期待感っていうかさ、特にこう出会い、自分自身もそうだから、その、うん、1988年にフラット中国行って、うん、その時にその中川先生、尾水先生っていう人と同じ日に出会ってるわけだ、同じ日に同じ場所で会うなんて、これすごいことだよね。そう、上海なんだよね、うん、そういう奇跡的なことを自分が体験してるから、そして自分がそこでもう大きく人生変わってるからね、うん、誰しもやっぱりなんかその自分の転機となる、うん、節目となる出会いっていうのはね、うん、必ずあると思う。そうね、うん、だから何かある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 って常にずっと思ってるからアンテナをね思ってるから、ふっと飛び込んでくることがある、うん、そうかもしれない、うん、それはあるかもしれない、うん、ね、だから出会いを大事にしたからな、ワクワク、そうワクワクですね、そうだね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。